アズーリサンデーをお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。今日はこの3名でお送りしたいと思います。まずは、自己紹介ですね。幸せに田んぼ、幸せだと書きまして、甲田和也です。よろしくお願いします。そして、私、塚原哲平です。よろしくお願いいたします。ノーサイドの兄貴分でございます。ニックニュースの田中翔です。よっ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 。いやね、オープニングでね、はい、いきなりこう、僕のね、俺の、要は、大阪ボレロという曲が、はい、オープニングで流れましたけど、はいはい、まあ、これから約50分近くの、はい、トーク&、はい、ね、PV&、はい、歌ありで、はい、楽しいね、時間を過ごしていきたいと思いますの です、ね、はい、皆さんどうぞよろしくお付き合いの方でよろしくお願いします。お願いします。まずはですね、今日もこのスタジオ収録ですけども、ね、最初に検温、はい、ね、そして、まあ、こちらのね、アクリル板を使って、はい、あとはこのね、スタジオの中もですね、トレイルフレッシュという、はい、そういうのがあるんだね、はい、マスクなしでできるという、はい、マスクなしでも、完全にできるようにということで、ウイルスが来ないという、はい、お送りいたします。もう大変だよな、ねえ、本当に我々アーティストはもうほとんど仕事がないと、うん、はい、これどういうかね、これは皆さんね、本当にそうですよね、寂しい限りかね、はい、もうあの去年のね、はい、3月から、はい、全然ないの仕事。そんなことないでしょ、本当にないって。ゴルフやってるじゃないゴルフは仕事じゃないんだプロゴルファーかって話ですよねゴルフは仕事じゃない違うんですね。だからね、はい、お互いにみんなもうこの3人がね、うん、はい、もうどん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 貯蓄、はい、要はね、どんどん貯金通帳がどん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 こう減ってきて、もうないですもん。もうそれも中ですよ、はい、中と中か、もうあんたもう中よ、もうあの九州九州熊本熊本、はい、なんかここで全部博多弁喋る。俺も博多弁喋るから、ね、博多弁いつも喋ってるじゃないですか。お前どこや、大阪大阪弁喋った。なんでやねん、なんでやねん、なんか属性な、なんかその関西弁でもね、大変ですけどね。いやだけどね、あのもうこう、まあ、今月、まあ、今日は8月の1日ですけどね、はい、まあ、今月が過ぎると、まあ、皆さんみんな、俺はもうね、あのワクチンは2回あ終わりました。僕も終わりました。あ、終わった、終わりました、ね、もういくつよお前。え、僕45です。あ、45で終わった、終わりました。早いですね。早いです。カズヤは1回目が明後日、明日明後日。あ、もうちょっと近づくな大丈夫、そのためにあれがあるから、トレーニングでしょ。今日は大丈夫ですよね、はい、僕はもう2回目終わったんでね、はい、まあ、あの重症化しないという、うん、そうですね、私の年で重症化するともうやばいんじゃないかっていう。いや、気をつけないといけないです ね、 そうですよね。とりあえず、まあ、そういった中でも皆さんとこうね、はい、あのこうインターネットでこうやってテレビで、はい、こうやって出れるってことは幸せなことです、はい、そうですね、本当ですね、はい、嬉しいです。本当に皆さん今日はよろしくお願いいたします、はいはい、お願いします。どうですか、このコロナの間、まあ、あの僕もちょろちょろっとね、うん、あの緩んだ時にちょっとライブとかディナーショーもちょっとあったんですけど、もう本当にこう僕ら歌い手でもですね、うん、歌わないと自分の歌もちょっと忘れちゃうじゃないですけど。その通り、その通り。あのね、だから、はい、その例えばちょっとした仕事の前の、はい、前の前の日ぐらいで、はい、自分の歌をね、はい、家で聴いてる。え、幸子もですか。幸子は聞かない幸子は聞かない。さすがにそれはさすがにそれはない。幸子は聞かないけど、新曲とかはね、もちろん聴いてもらうんですけど、はい、新曲とかはね聴いてるよ。やっぱりそうです、自分の歌でも忘れますよね、うん、忘れる、本当に忘れるね。しゅうさんはあれでしょ、本当忘れてるんですか。いや本当に忘れてる年だからとかじゃないですか年のせいにするんだよ。いやだけどね、はいはい、あのだいたい、まあ、今言ったようにね、哲、はい、が言ったように、はい、年取ってくると、はい、宇野さんのね活動が遅くなるから、はい、覚え忘れちゃうのよ。いやそうですよね、本当にですね。お前ら間違えだよ。僕もしょっちゅう間違う。あのステージで、はい、ニック・ニューさんの場合はね、はい、ステージで間違うと、はい、なんと皆さん、うん、一人5000円の罰金なんですね。え、うちは。そうなんすね。ですからメンバーバンドでやるときは一箇所間違うと一人5000円、そしてそれが集まってそれを打ち上げに使う。なるほどなるほど、なるほど、うん、一番間違うのがドラムのね、はい、中竹誠二っていうのはいるんですから、ね、あの方は多分ワンステージで5万ぐらいいってます。その通り、やばい、もうギャラがギャラなくなりますね、うん、あ大変だ。
カツヤもバックしてもらったことあるでしょ。あ、もちろんです。あります、ね、あります。間違い多いでしょ。いや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 、テンポ間違いとかね。いつもよくしていただいてますよ。誠治、はい、よく聞いとけよ。あるよ。うん、本当にね、はい、まあ、そんなコロナ禍でございますけども、はい、負けずにみんな頑張っていきたいなと思っているわけでございますけど ね、はい、続いて、まあ、僕の曲を聴いていただきたいなと思っております。何、はい、と言ったことですか。はい、まあ、大阪出身で、まあ、東京に出てくるきっかけになったんですけどもね、作詞がモネさん、作曲が森川龍さんでございます、はい。愛しい女よと書いて、愛しい人よ、聴いてください。ダンス、あ、そうだね、はい、ダンスミュージックにね、そうなんですよ、はい、ちょうど女性と男性でね、はい、まあ、男性同士でもいいけどね、うん、リズム的にマンボウでこう踊られるんですかね、この曲は。マンボウだね、はい、確かに、はい、そうなんです、なるほど、はい、タッ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 ノリノリね、という曲を聴いていただきましたけども、はい、続いてはね、てっぺいさんの曲を、はい、もう行きますか。行きますか、もう、はい、いや、いや、早いんじゃないですか、まだ早い、まだ早いですか、オリンピックがこんだけ盛り上がってんの。オリンピックね。いやね、あのね、いや、さっきね、はい、ちょうどあの、はい、霞が関で、はい、オリンピックのゴルフ、そう、松山英樹、はい、もう本当に悔しいというかね、もう本当にもう入れ頃外し頃のやつを、もう今までは入れてたやつをね、やっぱあれ緊張するんだよな。いやね、国を背負ってやるってことはやっぱり重圧がね、俺は国を背負ってやったり自分を背負ってやってるから別に本入りますもんね、しげさんの場合ね。だけどね、はい、本当にパッと変わってやろうかと思ったよ俺。いやーねー、いやー、松山英樹君はまだ学生の頃に一緒に回ったことある。え、そうなんですか、うん、本当ですか。その頃からものすごい飛ばす、はあ、めっちゃ、でも延べ数大体320ヤードから飛ばしたよ。あ、そう、はあ、もうすごい学生の頃からね、はい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 、だけどまあプロになってからは飛ばすばっかりじゃダメなの ね、 そうですね、やっぱりある程度そのポイントポイントに置いていかないと、はい、次の第2打がグリーンを狙えないという、うん、そうですよね、まあ、奥深い、まあ、ゴルフの話したらねキリがないですね、キリがないですね、時間がなくなっちゃ う、 そ、 うなんです。そんな松山選手残念ながら銅メダル取れませんでした。本当、はい、そううわ、プレーオフで負けた。プレーオフでダメでしたら、7人でね、7人でプレーオフ、プレーオフですから、今ギリギリまでね見て応援してたんですけどね。
悔しいな。悔しいな。じゃあ、金がジャンダージョフレ。ね、それから2位が誰だっけ、はい、忘れたよ。もういいよ、どうでもいいですよ、ね。まあ残念でしたけどね。もう曲行こう。もう曲行きましょう。はい。それでは、塚原哲平の曲を聴いていただきたいと思います。はい、男武士、聴いてください。ありがとうございます。塚原哲平で男節聞いていただきました。すごいね。ね、僕回らないさんの拳が。え？はい、拳回らんけど首は回るだろう。首も回、首もっと回らないです。首もっと回らない。足つまずくと結構回るよ。そうなんですよ。だけどやっぱすごいなんかこう何よりいい曲をね、はい、二人でこう、はいはい、貸していただきましたけど。はい。こんなのね、私もしっとりとした曲を聴いてもらいます。しかも、プロモーションビデオに。お今は亡き母のことをね、うん、思った曲で、まあいろんな、その、まあいろんなところに当然、お前もお母さんいると思うし、はい、ね、はい、鉄のお母さんいると思う。もう亡くなりましたけど。あ、じゃあちょうど、うん、涙がうるうるくると思いますよ。もう、はい。僕はこの曲はね、自分もおふくろをね、67歳、はい、97歳だ、うん、おふくろ97歳で亡くなった。でもまあもう大往生、大往生本当、まあそのおふくろのことを思って、うん、まあ書いてもらったんですけど、はい、大変に切ないけど母のことを思い出す、そういった曲を、PV を見てもらいたいと思います。はい、で母ね、そうですね、はい、タイトルが母に捧げるレクイエム。二度と会えぬ母に歌う、捧げる愛の歌。夜の帳
ランプの明かり、幼い日々の俺と母の顔、家を出た母にただ会いたい、夢の中で会えばいつも後ろ姿、白髪混じりの歳になった、今でも母の思いは馳せる、二度と会えぬ母に歌う、捧げる愛の歌。どうでしたか。いやもう心に染みる。泣くね。嘘泣きそうな。嘘泣きじゃないですよ。いやだけどこれね、本当はこう歌って、まあ、PV を、まあ、皆さんに見てもらったんですけどね、はい、やっぱこれはね本当奥深い曲っていうのをね、うん、なかなかこうほら母親とか父親に対する歌っていうのは結構、はい、ある程度の年齢にいかないと、はい、気持ちを伝わらない部分があるんですよね。うん、そうですね。でまあ、そこのところで、まあ、今回前にこんな出した曲ですけど、まあ、意外とこうカラオケで歌ってくれる人いてね、うん、なんか塩さんのこのステージでも結構この曲が流れると結構皆さん涙する。あのね前の方のお客さんがね、はい、涙流してね、うん、まあ、聞かれたりするんですけど、まあ本当いろんな曲を歌ってますけど、はい、こういった重たい曲はちょっと肉根さんにはそうですね、あんまりない方ですけど ね、 ね、そうですよ ね、 ね、そういうわけでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあそして、はい、カズヤの曲、はい、そうです ね、 ね、今頑張ってる、曲なんですけども、うん、タイトルがちょっと面白くて、うん、女の膝小僧、膝小僧、はい、膝小僧、膝小僧という、まあ皆さんカラオケのファンの方もよくご存知の小田純平先生がですね、なんと小田先生が書いたド演歌という珍しい楽曲を、うん、あの方は大体演歌とか書かないんだよね。演歌、そうですね、まあ、フォーク調のかっこいい渋い曲が多いんですけども、うんうんうん、その小田先生が書いたド演歌を今歌ってるんですけども、まあ男性に振られた女性がですね、自分の部屋で、一人寂しく、うん、こうしくしく、いわゆるこう体育座りをして、はいはいはい、こうしくしく泣いてると、はい、その涙がこう膝小僧に落ちてこう染みてくよっていう内容の、まあでも内容はそういう暗い内容なんですけども、明るく楽しく歌う曲なんですけども、うん、続いてはその女の膝小僧と、はい、そして私が、ふるさとは心の中にという歌です。あ、はい、まあ、タイトルだね。あの時期やっぱね、なかなかそのふるさとに帰れない方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。帰っちゃうか、はい、帰っちゃあかん、はい、でも心にはずっとふるさとがある、うん、あるし、今帰ってくるなって言われる。そうそう両親のこともあるし仲間のこともあるし、はい、そういう思いは離れていても心の中にありますよという、はい、関島秀樹さん、帰らんちゃうかを作られた、関島秀樹さんに作ってもらった曲、ふるさとは心の中に、そして、和也の曲2曲、はい、続けて聴いていただきます、はい、どうぞ、どうぞ。かけた恋、知って別れるあなたが憎い、優しい嘘さえつけない人の背中見送る
夜更けの窓辺、一人今夜はあなたの代わり、悲しく抱きしめる女の膝小僧。別れてあげないと泣いて女は別れを決める。最後にもう一度口づけされて、ダメねあなたを許してしまう。涙一粒ぽとりと落ちて、悲しく染みてゆく女の膝小僧。私の強さも情の深さも九州は一味違うけん、田舎を離れて戻れくらい、町の暮らしにも慣れたけど、本当正月が今も近づくと帰って来いよと俺を呼ぶ。風の匂いと里の言葉が心をあの日に引き戻す。夢と現実を明かりにかけて、一度の人生かけてきた。前の決めた道、親父の背中が俺を押す。
いいね、いいですね。これあのさ、はい、俺は、うん、2人がこう生で歌ってる、当然ほらステージ一緒に、はいはい、はいはい、で生で歌ってる姿は俺もう知ってるじゃん、はい、やっぱこうやってこう聞いたりするよりもやっぱりステージで歌ってる姿がね、やっぱりね、もう目に浮かぶわけよ。なるほど、はい、やっぱりね、カジヤにしても鉄にしてもね、やっぱり、はい、歌ってる姿をこうリアルで 見る同じ曲を、うん、やっぱ感情がさ、はい、もう歌ってる姿はやっぱりね、もういいのよ。いや嬉しいね、そうやって言っていただくと。このポスター見てももうかなり修正してるのが分かるんだ。これ脳修正ですからね。本当ですか。本当ですかね。こんなに綺麗な話しとらん。いやそんなね。二人とも。違います違います。修さんだって同じこと言えますよ。いや俺も。違う修正じゃなくて、うん、やっぱり元気なステージじゃないですか。いつもね。修さんはね。まあね。うん、だけどこれね、はい、やっぱり生を皆さんに見てもらうためには、はいはい、ちょっと告知はございます。はい。ちょっとなね。こちらでございます。はいはい、こちらでございますね。はい、今、風邪が出しております。9月の20日、はい、ね、KKR ホテル東京で、ほ、はい、これは何時だ？15時からですね。受付15時から、はい、皆さんに、届けております。それと、次がですね、9月の23日、ほ、これはね、大阪日光ホテルで、はい、これは15時のね、受付で。やります。今出てますね、はいはいはい、そしてなんと、はい、また今度は10月の3日10月の3日、はい、ね、熊本の方で、私のね、生まれ育った熊本でございます。ニクロに来てもらわないチャーラバイ全然わかんないなんでですか。いやだからさっき言ったか、生でこの心のふるさとの ね、ぜひ心の中にお聞きする、はいはい、そして、はい、なんと、もう一つが、はい、名古屋東急レイホテル、はい、これは16時受付で、はい、これはもうこれも感じや、これは鉄平です。あ、鉄平、はい、あ、修正してない鉄平でございます、ね、あこうやって実談ショー9月から10月にかけて、はい、じゃんけんやっていくようになりました。そうですね、もうコロナも落ち着いて、ね、はい、焼けると思いますので、はい、どうか一つ、はい、皆さん、あの宛先はこのこちらの方、下の方にね、うん、ありますんで、はい、ホリデージャパンの方にね、はい、調べてもらえれば、はい、よろしくお願いします。まだチケットが売るほどありますんで、はい、はい、どうか一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、告知も終わったことで、はい、はい、まあ、週さんといえば、はい、はい、やっぱりあの曲をね、聞きたい。暗骨脇は恋の花。何でやねん、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 何でやアンコールスだね。ちょっと待ってください。サチコって、うん、もうどれぐらい前の、僕が22か3の時に作った曲ですよ。ってことは15年ぐらい前。どこがおかしいな。ここがおかしいな。おかしいおかしい、博多でね、バンドしてる時に、はい、まあいろいろこう作った曲の中の曲ですけどね、はい、本当はこの曲でデビューするつもりなかったんですよ。あ、そうなんですか。はい、まあいろいろ僕はもともとからオールマイティな、まあ、R&B とかね、はいはいはい、ジャズ系とかそういったものを洋楽系やったんだよ。まあこれはまあニック・ニューサーのまあデビュー曲だったんですけど、本当はカップリングの方の思い出っていう曲を A 面にしたかったっていうんですよ。だけど、はい、まあ当時はね、先生的なこう、ね、はいはいはい、先生の初段な、うん、まあ、なんていうかな、こうアレンジで、はい、その頃まではね、こういうギターサウンドってなかった。なるほど。その海国の演歌系のね、はいはい、バンドだよね、はい、そういった曲でございまして、はい、早速聴いてもらいたいと思います、はいはい、昭和56年デビュー曲、サチコ。酒場の片隅で俺はお前を待っているのさ、幸子幸子、お前黒髪
し直した、はい、なるほど、幸子でございます。はいはいはい。まあちょっと年齢をいった幸子っていうかな。なるほど。デビューした年齢をいった幸子。いやだから、ね、あ面白いですね。デビューして41年だから、ね。はいはいはい。だから若い時の幸子じゃなくて年齢のいった幸子です。ちょっと渋い幸子なんですね。VC なね。VC。VC。はい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 。業界用語でございます。はい。まあ、本当にいい曲ですよね。ありがとうございます。ね、名曲ですよ、まあ、おかげさまでね。この曲で一応家建てたんですけど、その家も、はい、もうマッチ箱みたいにこう。ちょっと待って、だんだん寂しくなる方向ですか。ちょっと待って、マッチ箱はないでしょ。いや本当にね、はい、今はまあマンション住まいですから、はい、潰れませんけどね。やっぱ ね、我々もこういう曲をさ、いつかね、やっぱり曲でね、はい、やっぱり売り出したいよね。はい、あの僕かっこいいなと思うのが、うん、スヨさんのステージとかでも、うん、このサビの時にマイクをこう客席に向けたら、うん、お客さんがみんなで歌ってくれるんですよ。それはね、これやりたいですよね。イコールみんなが知ってるっていうことだからね。そうだけどさっきのほら男船っていう手つの男節、ね、男節、はい、いやあれは強制的にてっぺーじゃない、てっぺーっていうほら掛け声じゃないですか。でもほら、はい、シュウさんの場合は、はい、みんなが知ってる曲を歌うじゃないですか。そうなんですよ。これがやっぱね違うんですよ。やっぱこうねヒットしたヒット曲がないとできないことなんで、そうそうそう、あれがやっぱすごいなってこ う思います。いやまあそう言ってもらうと嬉しいということで、はい、和也も今度ねそういう曲を目指して曲がね、そうなんですよ、新曲を、うん、まあ、3年ぶりになんかまだ発売してない曲。そうなんです、9月の22日。それ大丈夫なの、それかけても。はい、お大丈夫です。大丈夫、はい、今日はあのレコード会社の会長もお越しになります。え、もしかして初めて？初めてです。はい。じゃあ、本当に？そうなんです。おーおーおー。はい。すごいすごい。それは偉いこっちゃ。偉いこっちゃ。お先言われちゃった。まあ、大阪出身なんですけども、はいはい、今回初めて大阪ものをいただきまして、タイトルがもうその通り、偉いこっちゃでというね、タイトルなんです。コロナ禍でぴったりの曲ですけども。じゃあ、3人でそれを言ってみましょうか。わかりました。せーので、はい。せーの。偉いこっちゃ！であんたと私酔ったはずみと言うけれど、こないになってどないしよう。恋を楽しむ若さがあれば気軽にさいならできる別れる勇気もあらけんが。偉いこっ
頼んます偉いこっちゃであんたと私偉いこっちゃであんたと私じゃであんたと私あんたにゃええ人おるさかいこないになってどないしよううぶで素直な心があれば愛を信じていけるけどどないにわけが決まっても弱い立場や頼んます偉いこっちゃであんたと私偉いこっちゃであんたと私はい、おー、えらいこっちゃね。9月22日発売の小和田和也の新曲、だいぶ早い。普通はね、はい、だいたい発売前、だいたい2週間とか、そうですね。だいぶ早いですよ。だいぶ早い。1ヶ月以上。半以上。まあ、早い。あの、この今のコロナ禍の中ですから、はい、許しましょう。許しましょう。しかし、えらいこっちゃで。はい、そうです、ね。作曲がですね、うん、なんと同じく、ホリデージャパンの大先輩ですけども、うん、宮地治さんに、はい、治兄ちゃん、はい、が書かれた曲でございまして、あ、あんたの師匠だ、はいはいはい、そうなんですよ。僕書いてもらってないですけど、そうなんですか。え、そうなんですか。マナ弟子のお前、てっぺんは書いてもらってないのに、あれ、すみません、いただいちゃいますよ今回。まあまあいいでしょう。まあ、以前その松尾和美さんがあのもうちょっとアレンジがポップス調の感じでまあ出されて30年ぐらい前に出された曲なんですけども、今回は同じレコード会社の朱家陽子さんと幸田和也が共作で、あ、そうなの、はい、で朱家さんはこのアレンジではなくて、もっとジャジーな感じのアレンジでえらいこっちゃで、で幸田和也はこういうちょっと陽気な感じのアレンジで今回9月22日に、はい、出させていただきます、はい、という、さあ、はい、さあ続いては、はい、私の曲はですね、うん、新曲ですけど、去年の4月に出した曲なんですよ、うん、はい、去年の4月、はい、もう緊急事態宣言真っただ中で、そうだそうですよ、ね、俺言ったのよ俺、はい、あのね会社に言ったの、あ、そうそうそう、あのね、あの会社の社長にね、はい、いやー鉄の曲今頃出してもちょっとかわいそうじゃないですかって、うんうん、本当にコロナの中の、はい、もう第1回目の緊急事態宣言、第1回目の、はいはいはい、その時に出したけど、ね、そうキャンペーンできねえし、はい、何にもできなかった、だからねどうしようかと、もう俺は言ったの、はい、かわいそうですよって、はい、だけどまあ会社の意向ですからね、はいはいはい、だけどそうなんです、いいタイトルじゃないですか、そうですね、錦を挙げて、うん、実際あのね錦を上げてという単語というかあの言葉ってないんですよ、あ、ないの、故郷に錦を飾るとか、あ、一旗上げるっていう言葉はあるんです、はいはいはい、まあ、その造語みたいな感じで、うん、今回滝野英二先生に、うん、詩を作っていただいて、そしてシンガーソングライターの半蔵さんに、あ、半蔵、はい、俺大好きなんだよ半蔵、半蔵さんね、いいですね、本当にいいよ、はい、服部半蔵、そうです、はい、いや本当ですよね、本当に服部さんだから半蔵さんなのよね、そうなの、はい、ということでそのお二方に作っていただいた塚原哲平の新曲を聴いていただきたいと思います、はい、錦を上げて、錦を上げて帰ってくるよ、
あれから10年、目鼻もつかず夜空見上げてあなたを思う。時代の流れに取り残されて、もがく心に酒が染みる。昭和に生まれて平成に置き忘れてきた夢がある。錦をあげて帰ってくるよ。気持ちは今でもあの日と同じ。元気でいればそれでいいと母は言うけれど、もう来た。もう来た。あれ？もうちょっと聞きたかったな。そうですよね。こっから良かったのにな。臭い演技してんのに俺。売れなかった残念ですね。流れてますね。ありがとうございます。流れてます。良かったです。ありがとうございます。いいね。だけど。これはどこでロケするの？これはね、東京タワーの近所ですね。これはスタジオ。これはスタジオですね。はいはいはい、はい。まあ、いろんなところで今回ロケさせていただいて。なんかこう。いいね。俺もこういうテレビ撮りたかったな。いやいや、しゅんさんも撮ってるでしょ。これ誰で電話しての？これは会社のちょっとクレームがあって、うん、ああどうしようもねえなーって思ってる、ちょっと臭い演技をしてるんですかね。うわ、サーで電話がかかってきたのが母親なんですけど、うん、もう出るのもめんどくさいと、うん、やめたと。いつかね、そのふるさとにやっぱり故郷錦を飾りたいんだけど、うん、役者の人がいいんだよ。はい。いやいや、これは課長、部長、え、課長、これはね、知って課長、え、課長です。すみません、すみません、ありがとうございますね。いやー、だけどいいよ、渋いもん。いや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 、もうね、本当にでも、緊急事態宣言中に出した曲ですけども、また今年もこうやって、錦を上げて頑張って歌っていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。いやいや、本当に素晴らしい、はい、いや、みんなね、やっぱりね、歌、はい、うまい。いや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 、もうさ、そんな、ね、スーさんにその言っていただいたら本当ね、やっぱりこう、なんていうかな、こう、俺たちは歌ってなんぼだし、はい、その中でこうやっぱりこう若い2人がね、こう思いを込めて歌う、その俺それをこう聞けたりこう見たりするのは、はい、すごい俺は嬉しいわけ。ああ、本当ですか。本当にあのね、はい、自分のステージよりもなんかそういうステージを見た方がなんか俺も力をもらえるし、だからそういったものはやっぱりこう常に思ってないと、あの歌はね、年を感じさせちゃいけないんですよ。あ、はい、うん、常に若い感じを、なるほど、気持ちをね、はい、なるほど、若い気持ちである。だからその歌の良さが分かる。ただその内容的なことはやっぱり年齢を重ねるとそのいい歌になってくる。はい、なるほど。例えば10年先に錦を上げて歌うと、はい、また全然変わると。ああ、なるほど。10年後にえらいこっちゃで歌うとまた全然変わると、うんうん、はい、あ、なるほど。そういう歌はで、CD に入れるとどうしてもね、この譜面通りになっちゃう。はいはい、それを生で歌ってくるとどん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 その歌のわびさびが出てくるから、うんうん、その歌の良さが分かってくる。なるほど。本当にそれがね、しゅうさん、そんなんじゃないっしょ。うわ、うまいね、振り方が。そんなんじゃないっすよ、しゅうさん。これ拍手来とる。拍手が。僕もね、はい、一応そういう、はい、今回のね、はい、私の新曲は、はい、6月の16日に、はい、僕も3年ぶりです、はい、俺も3年ぶりですの、これ。でもね、この歌大好き俺。めちゃくちゃいい、マジで。60年代、70年代、80年代のちょっと R&B を彷彿させるような、うん、はい、俺の歌とバックコーラスがもうコラボレーションして、はい、もう本当にね、久々にザ・ニック・ニュー・サっていう曲が出来上がりました。イントロからかっこいいからね、本当にぜひ皆さんにね、はい、これもカラオケのように入っておりますんで、はいはい、
覚えてもらって歌ってもらえたと思います。いいよ、これはいいよ。それでは行きたいと思います。みんな行きましょうか。いいよ、せーの、そんなんじゃない。もういいからこのまま帰ろう。バイバイグッバイ昨日が滲んで流れた片隅に忘れた。キャンドルを灯している。壊れかけたラジオからが懐かしいの水が届いた。もうどこへも戻れないさ、涙は流さないで。最後に息つくこの店、むせ返るただこと、終わらない濡れたリズム、共に過ぎる人の波、欲望のライトに沈む。めちゃくちゃかっこいいですね。あのね、はい、久々になんかこう入り込んだ曲、はい、あのまあいろんな曲出す、まあお互いのいろんな曲を思い出すと思うけど、はい、覚えやすい曲と覚えにくい曲ってあるんですよ、はい、ありますね、はいはいはい、あります。これはね、はい、俺2回聴いて覚えちゃった。覚えたとかこう入り込んでるって。ああ、だからレコーディング、はい、なんと3テイクぐらいしか歌ってない。ええ、本当にマジっすか。マジにめちゃくちゃハマった曲と、ハマった曲、はいはい、だからなかなかそういうハマった曲ないんだよね。でもこの前ステージで譜面台出していた。ああ、そうだ、ね、歌詞はだから言ったじゃん、歌詞は覚えないんだっていうの。メロは覚えても歌詞は覚えない。これほんといい曲ですね。なんかね、元気になるやつね。あの結構ね、こうなんかおしゃれな曲がね、はい、できたんで、まあお互いにこう3人でね、今日はこうやってね、はい、はい、初めてのね、はい、こう3人で回ってますから、はい、はい、本当にあの楽しい時間がね、楽しかった、ね、なんかあっという間、あっという間でしたね、本当に50分です、ね、これは来週もあるんですか。来週またあるかどうかはどうなんでしょうか。どうなんですか。でしたら来週も、まあ、これはない感じですか。ない感じですか。またあのお会いできるように、はいはいはい、頑張りましょう。ぜひ、ね、ぜひ、ぜひ、ね、今度はね、はい、また違う曲を色々持ってきて、はい、あ、いいね、そういうことですね。これは多分ね、来週あると思うよ。ね、まあっという間でございますけども、はい、ホリデージャパンが誇る、歌手3名で、はい、今日はお送りさせていただきました。ありがとうございました。まあね、兄貴分の、はい、ニックネーサーの、はい、田中修也君です。はい、はい、そして塚原鉄平でした。はい、そして甲田和也でございました。この弟、本当2人とも頑張ってますんで、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。またぜひね、お会いしたいなと思っております。ぜひね、はい、コロナ禍ですけども、またね、皆さん頑張ってね、はい、耐えて、そしてまた、ぜひ我々のステージとかね、見に来ていただきたいと思います、はいはい、頑張っていきましょう。はい、皆さん、皆さん、はい、さよなら。はい、さよなら。さよなら。
Tonight, tonight, もういい